はい、皆さんこんにちは。今回はですね、ミミズにウの花をあげてみようと思います。まあ、全国的にウの花って言うと思うんですけど、まあ、いわゆるおからですかね。豆腐を作るときにできる大豆の何かみたいな感じですかね。まあ、よくわかりません。でもまあ見た目もね、米ぬかに似てるし、まあ、栄養もありそうなので、ミミズもよく食べるんじゃないかなと思って、今回はこれをあげてみようと思います。はい、箱はいつもの2000匹の箱です。結構ガンガン株分けとかしてるんですけど、まあものすごいいますね。バナナは昨日あげたんで、まあこんな感じですけど、すごいな。ちょっと中見てみましょうか。事件みたいなぐらいいますね。まあ、一応1000匹の箱を2つ足したんで2000匹って言ってますけど、まあ、明らかに2000匹じゃ済まないと思います。で、うちの箱はね、ミミズがめっちゃいるし、もう経験豊富なミミズたちなので、玉ねぎを入れてもまあまあ大丈夫です。これ玉ねぎの皮なんですけど、こういうのもまあ食べられます。まあめっちゃいますね。ということで、まあこの箱にウの花を入れていきます。まあ表面の方にね、パラパラと、まあでもちょっと多めにやってみても大丈夫かなと思うんで入れてみましょう。ちなみにこれは期限切れです。いや、匂いがやばいね。まあちょい多いかなと思うんですけど、このぐらい入れて経過を見ていこうと思います。ちょい臭いです。ではでは、かなり期待できそうな、あ、すごいですね。ありえないほど集まってます。これ生態ミミズがの数もすごいんですけど、この新聞紙についた小さいミミズの数がちょっと尋常じゃないです。これだけで1000匹以上は余裕でいそうですね。まあこんな感じでおからは大人気ってことですね。追いかける意味あるのかぐらい集まってますけど、まあまあもう数日追いかけていこうと思います。まあひたすらすごいですね。まあこんな感じでじゃんじゃか分解していくんでしょうね。チェックする意味もないような感じですが、ここに相当な数のコミミズがいるので、この上の新聞紙を他の箱に移して新しい新聞紙を置いちゃいます。このコミミズがついたまま別の箱に移動しちゃいます。そんで新しい新聞紙置きます。まあ、またチェックしますね。だいぶ少なくはなったかな。この新聞紙にね、へばりついてるのもあるけど、かなり分解された感じはしますね。まあこんな感じでガンガン食べ進められていくってことですな。まあいい感じ、順調に食べられてるってことですね。また引き続きお願いいたします。まあ3日ぐらい空いたんですが、見ていこうと思います。なくなってるかな。でも、うん、そうですね、もう綺麗さっぱり、ウの花はなくなりました。早いですね。まあおおむね1週間ちょいぐらいかなで分解されたと思います。まあこの箱で2000匹ぐらいいるんで、あのぐらいの量だったらちゃちゃっと、まあまあ分解してくれるんだと思います。ということで、まあウの花の経過観察はこれでおしまいにしたいと思います。で、次回ですね、ちょっとやってみようと思ってるものがあるんですが、はい、まあそれがこちらですね。プロテインです。
まあちょっとね、半年ぐらい前にプロテイン飲んでたんですけど、まあ、これももらいもんなんですけど、ちょっともう最近飲んでないのと、中がまだね、多分 100g くらいはあるんじゃないかなと思うので、今度はこれをミミズにやってどのぐらい食いつくか見てみたいと思います。はい、ということで最後までご覧いただきましてありがとうございます。まあ、この2000匹の箱ではウの花は1週間ちょいぐらいで分解が完了しました。皆さんよかったらコメントを残していってください。ではお疲れ様でした。